ももちです。ピピピス、動画見てくださってありがとうございます。今日の動画はなんとデート当日のモーニングルーティンをやっていきたいと思います。ももちのめちゃめちゃ愛用してて大好きな CNP さんとのコラボ動画でございます。嬉しいよ。もう使いすぎて半分以上なくなってるぐらい本当に愛用しているアイテムです。私以前からこんな感じでインスタライブの生配信でもう CNP さんの商品をもうめちゃめちゃ熱くずっと語っていたんですが、ファンのみんながももちを見て CNP そうたくさん発信してくれたおかげで CNP さんの元にももちとみんなの声が届いて、今回はコラボ動画をさせていただくことになりました。ということで今回は普段の朝よりちょびっと特別なお化粧水やパックや美容液、ファンデーションなど、とにかく気合を入れる朝にやっているももちのスキンケアなどのルーティンをお届けしたいと思います。それでは早速動画いくぞ。デート当日のスキンケアルーティンを始めていきたいと思います。顔をねタオルで拭いておりますね。洗顔後でございます。あ、ちゃんとかけてね。はい、まずは導入化粧水を塗っていきたいと思います。インビジブルピーリングブースターを使っていきます。こちらね少しとろみがあるタイプのテクスチャーで、手に出した瞬間で保湿力やばって結構びっくりしました。でもね重すぎないトロット感なので、トロット系のスキンケアが苦手な方でも大丈夫です。このピーリングブースターは拭き取らないタイプの角質ケア導入化粧水です。拭き取らないのでゴシゴシすることもなく、敏感肌でも安心して使用ができます。一度お肌に浸透させたらもう一度プッシュしてお肌に浸透させていきます。なんかこっち見たよね今。スキンケアの一番最初にするのがすごくおすすめです。古い角質、引き締め、透明感、保湿、油水分バランス、ツヤ、キメなど、なんと7つのお肌のお悩みをケアしてくれるみたいです。めちゃめちゃすごくない？こんな導入化粧水初めて見た。お肌に自然に馴染んで潤いを与えてくれるので、お肌を整えて次に使うスキンケアの浸透力をぐっと高めてくれます。保湿のキープ力もすごく高いので、長時間しっかりと潤いのある肌を保ってくれます。結構とろみがあるタイプのお化粧水だったので、こういう感じで少しむくみ取りのマッサージもしていきます。バン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 、オッケー。お次はパックをしていきます。CNP プロポリスエナジーアンプルマスクを使っていきます。こちらのパックはシートマスクとプロポリスセラムの美容液の2つに分かれていて、まずは上についている美容液の方から使っていきます。もうトロットロでね、これが本当にめちゃめちゃいいよね。はい、絞り込んで、こぼれたね、こぼれましたね。そのステップ1とステップ2の2段階でお肌をケアしてくれるので、すごく効果的にね潤いを与えてくれます。蜂の巣から抽出したプロポリスエキスが配合されているみたいで、お肌をとにかく保湿してくれて、ハリやツヤ感をチャージして透明感のあるもっちもちのお肌にしてくれます。はい、もちー、はい、もち大福さんかな、もちーってね。あ、すごい不機嫌、すごい怖い。てかね、これめちゃめちゃもちもちにびっくりしてるんですよ。ほら、わかるかな、やばいって言ってる、やばいって言ってる。声聞かせてあげて。今使った美容液は普段はこんな感じの瓶に入っていて、私はこれを毎日使ってるんですけど、右のパウチ状のものは本当にかさばらないので、旅行の時とかに持っていくのですごく便利だなと思います。結構これいいよね。続いてはステップ2です。美容液をしっかりと肌に浸透させたら、ステップ2のシートマスクでさらにお肌にハリと保湿をプラスしていきます。もうこれ絞れるんじゃないかってぐらいめちゃめちゃ液がたっぷり浸透していました。はい、じゃあこっからはねつけていきますね。ステップ1とステップ2のダブルケアによって、とにかくふわふわなふっくらとしたお肌に仕上がり、なんとヒアルロン酸も配合されているみたいです。このシートマスクは今までしたパックの中でも結構厚手のタイプで、本当にしっかりと保湿してくれる感があるなと感じました。私はパックするときはこんな感じで両サイドやおでこのシートを内側に折って、髪の毛にパックがつけないようにしています。そしてこんな感じで唇までパックするようにしています。やっぱり唇パックを別で買ってするよりも、そのままシートマスクで一緒に唇も保湿したらすごく一石二鳥なんじゃないかなと思い、毎日これをしています。はい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 、グー、はい、パン。次はパックをしながらデートに行く準備をしていきます。私は結構朝バタバタしていることが多いんですけど、まあ、デートの当日ぐらいはねゆっくりパックしながら可愛いお洋服をまったり選んで、彼に合う万全な準備をしています。これにしようかなって、これにしようかなってね、これかなってね、まあ、このパンピ可愛いよねってね、これにする、これにするが、はい、ポン、はい、ドン。待って、いやこの顔とさ、このネズミの頭つけながらこの服着ても全然可愛くないよね。いや、ピースちゃうね、ピースちゃうね。おい、はい、シートマスクを外していきます。やっとねちょっと人間のようなねお餅に戻ってきたんですけれども、シート外したらそのシートマスクで首や腕も保湿していきます。まあね、ちょっともったいないのでね。いや、めちゃめちゃもちもちになって感動してるのよ。本当にやばい、マジで良すぎる。何回やっても感動すんねんけど。そうよね、わかる、びっくりしたもん。やばない、やばいやろ、もうびっくりやわ。伝わってる、このもちもち感。
で流れでねちょっとね二重マッサージもしているんですけれどね、はい、てかめっちゃ噛んだよね今。パックをした後はクリームを塗って水分が逃げないようにしっかりと保湿していきます。プロポリスオイルインクリームを使っていきます。こちらね、なんと中身が黄色のクリームで、取ってみるとね、こんな感じで、重めのずっしりとしたクリームというよりは、そんなに重すぎないけど、オイルが入っているので、保湿力がすごく高くて、ツヤ感が出るような印象です。塗っていきます。手の甲に塗ったのもちょっともったいないのでね、お顔に塗りまして。そしてクリームは5点置きをしていきます。こちらは本当に高保湿のクリームで、保湿成分がすごく高く、蜂蜜のようなツヤのあるお肌にしてくれます。5つの厳選保湿植物美容オイルがたっぷりと含まれているそうなんですけど、全然ベタつかずにお肌に塗るとさっぱり滑らかな塗り心地になります。オイル入ってるのに割とさっぱりやし、手も肌もちもちやし、塗った後めっちゃツヤ感出るしっていう感じでね、結構びっくりしましたね。そしてこんな感じでね、ちょっと小顔マッサージ、むくみ取りのマッサージをしていきます。めっちゃブス待ってびっくりしたんやけど、こんな感じで顔のリンパをしっかりと流して、彼のデートに向けてお顔を小さくしていきます。はい、ポンポポポンポン、オッケー。はい、前髪を外してね、これあるあるよね、これなるよね、超前髪ペタンコになるんですよね。こっからちょっと直していくんですけれどもね。お次はクッションファンデーションを塗っていきたいと思います。で、私はね、以前からこちらの CNP さんのクッションファンデーションはずっと使っていて、プロポリスセラムの美容液成分がめちゃめちゃ入っているクッションファンデーションなので、とにかく保湿力が高くて、塗れば塗るほど肌がもちもちになる、そしてカバー力も高いクッションファンデーションでございます。もうこんな感じで見ての通り、ツヤ感とカバー力をしっかりと与えてくれます。で、こちらのクッションファンデーションはツヤツヤすぎずマットすぎない、でもしっかりとお肌の内側から発光しているような、そんなちょうどいいツヤ感を与えてくれます。もうとにかくカバー力がすごいので、私はこちらのクッションファンデーションを使うときは下地やコントロールカラーなど一切使わずに、このクッションファンデーション一つでお肌を完成させちゃいます。もうこんな感じで見ての通り、ほっぺや小鼻の赤みやクマやくすみなどもしっかりとカバーしてくれますね。もう本当にこれ感動する、感動。反対側も塗っていきます。彼のためにね、もうツヤンツヤのお肌を一緒に作っていきましょうね。もうほんまにね、もうこのファンデーションマジでおすすめ、ガチ推し。そしてここからのモテとあざとさを駆使したとっておきのデートメイクや、ゆるっとふわっと思わず触れたくなるような、そんな女の子全開なデートヘアメイクはまた後日動画でアップするのでお楽しみに。デート当日の朝はいつも以上にたっぷりお肌を保湿して、思わず触りたくなるようなもっちもちのマシュマロ肌で彼に会いに行こうね。それではデート行ってきます。うんじゅい、デート行ってきますって言ったのに戻ってきました。動画ってそのもんよね。今日も動画見てくださってありがとうございました。もう本当に本当に大好きな CNP さんとのコラボができてもうめちゃ嬉しい。本当にありがとう、みんな。なんかね、リアルにね、この美容液とかクッションファンデとかね、ずっと持ってて、もう本当にめちゃめちゃ嬉しい。しかも化粧水とさ、クリームとかもめっちゃ良かったのよ。あと今回ちょっと動画の中では紹介できなかったアイテムがあって、クレンジングパーフェクタ、メイク落とし洗顔料っていうこれと、ブラックヘッドクリアマスクとポーマスクっていうね、クレンジングとケアのパックもあって、いや、これもね、めちゃめちゃ良かったのよ。でもちょっと動画では長くなるのでご紹介できなかったので、今日の22時からインスタライブにて、実際にこうメイクを落として、毛穴パックしてみてどうなるかっていう配信をインスタライブにて行ったので、よかったら概要欄からインスタに飛んで、アーカイブを見ていただけるとすごく嬉しいです。でもね、ちょっとね、24時間で消えてしまうので、お早めに見るのをおすすめします。あ、ちなみに CNP の商品は、Amazon 以外ではね、正規品を取り扱ってないみたいなので、ちょっとご注意ください。ということで、もう大好きな CNP さんとのコラボができて、本当に幸せです。みんなのおかげでよ、ありがとう。みんなも一緒に CNP 使ってもちもちの肌になろうね。バイバーイ。バイバーイ。また次の動画で会おうね。バイバーイ。